こんにちは、柴田です。今回はダブルネックのギターをレビューいたします。おはようございます。こちらですね、千葉管楽器さんからお借りしてきました。グレコのダブルネックの SG になっております。最初ね、持った時の印象としてはもっと重いのかなと思ってたんですけれども、さすが SG、 ボディが薄めなのでそんなにね、めちゃめちゃ重いっていう感じではないです。これがね、レスポールだったらね、とんでもないことになってると思うんですけれど、このソリッドでシャープなね SG だからこそ持ちやすくて、結構ね弾きやすいですよ。このネックがね、こう2本あって、下の方のポジションがね低くなっちゃうかなと思いきや、実はねここはね全然弾きやすいんですよ。逆にこっちのね高い方がねちょっとね難しいなという風な感じがしました。どういった構造になっているかというと、この上の方、こちらの方がですね12弦になっております。そして下の方は通常の SG タイプと、どちらもハムが2つ乗っかっておりまして、スイッチご覧ください、3つあります。こっち側は通常のトグルスイッチですね、 3way になっていて、普通にリアとセンターとフロント、こちらもそうですね、リアとセンターフロントという風な形です。でこのスイッチで切り替えるんですけれども、下にすればこちらの方、通常の6弦の SG が鳴って、そして上にするとこっちの12弦が鳴るんですが、これね 2way かと思ってたんですけれども 3way なんですよ。そうです、両方同時に鳴らすことも可能と。なので2人でね弾くこともできますよ。1人でね2つ鳴らすっていうのはちょっとねなかなか難しいかと思うんですけれども、2人でねこう奇抜にやっていくっていうのも面白いかもしれないです。そしてこちらノブですね、ボリューム、ボリューム、トーン、トーン、こちら側が通常のこちらの下の方ですねのボリュームとトーン、そして上のボリュームとトーンという風になっております。この後ライン録音で音をねお聞きいただくんですけれども、ちょっとね雰囲気だけでもというところでミニアンプでねちょっと鳴らしてみたいと思います。では下の方から鳴らしていきましょうかね。でリアです。センター、普通にいい感じですね。じゃあ上の方ね、真ん中にすると、みたいな感じで2本同時に鳴らすことができます。ではこの後ライン録音で鳴らしていきます。
Thank you.